はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル FNS のピヨタです。さあ今回もひなちゃんメイズタワーやっていきたいと思います。今回やっていくのはこちらですね。あ、こっちじゃない、こちらのゴミ処理タワーの、ボスを倒していこうかなという感じでやっていこうかなと思います。で、挑んでいくパーティーなんですけれども、前回と変わらずひなちゃんプロトニトリボスメーリン、レミリアさん、こちらのメンバーでやっていこうと思います。前回見た限りだったら結構普通に戦えるって感じでしたが、まあどうなるかはちょっとね、実際戦ってみないとわからないところ。軽く戦おうとして途中でね、まあまさかのニトリからの警告が入りまして、もし準備が整えられてないんだったら逃げた方がいいよって言われたので逃げてきました。はい、そんな感じでしたね。ということで、まずはステータス見ていきましょう。ひなちゃん、トレジャーハント、春の足音、悪環境慣れ、お裾分け、レイズデッド、捕食、バランサー、柔らか着ぐるみ、スタノー。こちら悪環境慣れというものが、元気状態無効というね、ゴミ袋ひなちゃんからの、スキルでございます。まあ、元気がねずっと付与され続けるっぽかったので、今回は全員にこちらをつけております。プロトニトリボス悪環境慣れ、春の足音、レイズデッド、もちもちボディ、ヒール、アイスエッジの、活力の源、バランサー。アイスエッジに関しましては、まあいるかいらないかって言われたら正直そんなにって感じはするんですが、ドブネズミスイカの、ステルス状態解除にね使いたいので一旦持たせております。まあ実際問題やられてもなんとかなるんじゃないかな、ひなちゃんがレイズデッド覚えてるのでなんとかなってくれるんじゃないかなとちょっと期待はしております。やられないだろうという。一応パッシブスキルでね、 HP が 20% 以下になった時は実数で10防御と魔法防御が増加するので結構硬いです。次レミリアさん、鋼の王のクリムゾンドレイン、捕食、もちもちボディ、パンダ連剣、悪環境慣れ、バランサー、春の足音となっております。こちらはもう完全なるアタッカーですね。悪環境慣れを入れた影響でちょっとだけ前回よりも攻撃力が下がっておりますが、それ以外は前回と変化ありません。レミリアさん、突撃のマーチ、守りのリズム、春の足音、百薬の長、捕食、もちもちボディ、悪環境慣れ、低危険、シンフタシールド、バランサーです。まあ簡単に言うとこちらのレミリアさんはサポーターですね。百薬の長を使って、とりあえず SP を配って味方が動けるようにして、何もやることがない場合は突撃のマーチ、守りのリズムを使って味方全体にバフを撒く、そんな感じでやりたいと思います。あとは全体的にねちょっと守りがレミリアさんだけ弱かったので、まあ弱かったっていうか多分弱点疲れてるんだと思うんですけど、フタシールドの方使って、守りの方をねいざという時の守りとして、やっていこうかなと思います。はい、ということでやっていきましょう。ゴミ処理タワー、とりあえず一旦ボスのところまでねカットしていきます。それではゴミ処理タワースタートです。はい、ということでボス前までやってまいりました。現在は特にダメージも負っていない状態で、アイテムはこんな感じですね。リカバリカプセルとか何かの漫画、コミックス35巻。コミックスなんだ。35ってなかなかの長編だよね。じゃなくって怪しい液体 SP30% 回復、怪しい。さあそんな感じで、こんな感じのアイテムを現在ゲットしている状態でボスまで挑んでいきたいと思います。特にボス来るまでのダメージと SP の消費はないのでこのまま行きたいですね。さあということで気合い入れ直していきましょう。ゴミ処理タワーボス挑んでいきます。さあゴミ処理タワーボスフロア、さあ出てくるよ。さあとりあえずはこちらのなんだっけ、科学者のニトリ、あ科学者ニトリだってる。電磁バリア耐性アップの M 悪臭波効かないね、私にそれは効かないね。いやこれは本当に助かりますね。パンダ連剣、こちらで殴っていきます。とりあえずはどうしましょうかね。守りか攻撃かどっちかっていう感じですが、様子見の方だったら守りのリズムの方が良さそうなので守りのリズムでいきます。さあここの部分でやって、でここはやることないね。アイスエッジは別に使う必要ないから、そうだね、とりあえず一旦防御だけやっておきましょうか。攻撃をやってもいいとは思うんだけどね、わかんないやつは。おーっと力をため始めた。
先ほどっていうか前回のところではこちらの方でニトリから、忠告が入りました。力を貯め始めたというものが出始めたところからちょっと怖いのでずっと僕は守るを続けます。これのダメージを見て、まあ、ひなちゃんとかだったら守るなしでもいけるかもしれない。電磁バリアで耐性アップ M、耐性アップ M、殲滅の拳耐える。オッケーオッケーオッケー。でもこれ危ないな。あの今レミリアさんがこれあれなんですよ、2シードで 70% 軽減してるはずなのにこれなんですよ。 70% 軽減だぞ。さあパンダレンケン、とりあえずここは100役の多さでメイリン回復で、こっちはヒールですね。ヒール使ってレミリアさん回復。それ以外はずっと科学者ニトリを殴ります。おー麻痺か。ダースキンがまあしょうがない。守りのやつはまだ残ってますので突撃の方やります。突撃のマーチ一回プロトニトリボスでも殴ってみましょうか。1以外のダメージが通れば嬉しいんだが、 6! まあないよかマシかな。さあ電磁バリア耐性アップの M。 本当はねもっともっといろんなスキルを持ってきたかったんですけど、今回ちょっとねやるのに時間がなくて潜在 B をね取ることができなかったんだよね。さあいい感じのダメージを叩き出していって、レミリアさん100役の長で回復を入れていく。まだ力貯めてないね。てかまあ単体攻撃だったら別にそんなに苦労することないな。余裕で耐えられるね単体攻撃なら。さあ電磁バリアからの力を貯め始める。ひなちゃんは一回そのままやってみましょうか。レイズデッド覚えてたりリカバリカプセルも持ってるから、その他キャラに関しては全員守ります。ひなちゃんだけね殴ります。えい、パルスウェーブ麻痺状態、殲滅の拳、ひなちゃん消滅。いや怖いね、ひなちゃんが消滅させられる威力って相当よ。なんでこんな冷静かっていうとね、別にそんなに言うほどっていうことだからですね。レイズデッド持ちもいるしアイテムもあるからそこまで言うほど苦労はしないぜ。30電磁バリア、ダストキングスイカ以外は別に言うほど威力が出てこないね。つまりあの技にさえ警戒していればそんなに言うほど痛くもなんともない感じで、100役の多さでメイリン回復。ひなちゃんはどうしましょうかね。別にもうここは殴るしかやりようがないんだね。殴ります。プロトニトリボス、ヒールでひなちゃん回復。60の回復はいいね。オプティックシステム、ステルス状態。さあステルス状態になってしまったパンダレンケン、グーパンチ。さあ、あ、なるほど、殴ったら元気状態付与されるのか。やばそれ、怖それ。殴ります。ひなちゃんに効かない。ここは100役の多さでメイリーに行きます。で、オプティックシステム、オプティックシステムだっけ、なんだっけ。とりあえずこちらのステルス状態は魔法で解除、1ダメージでも OK。 さあダストキングスイカが力を貯め始めている。ここは守るをした方がいいんだよな。ただ単体攻撃だけだったらって思うんだけど、怖いのは単体攻撃以外の貯め技がある場合。さあ電磁バリアを貼られてしまう。ただね、あれ、ひなちゃんの方が早い。いや守ります。殲滅の拳耐える。半分でひなちゃんのステータスで80だもんな。相当入りますね。さあこのまま殴って科学者ニトリ消滅。 OK、 いい流れですね。さあここの部分はプロトニトリボスに100役の多さ、プロトニトリボスヒールです。さあこっからは特に気にすることなくグーで殴っていけば終わりです。まあちょっと向こうが力貯めるのはね見逃さないようにしていきたいところですね。100役の多さ、プロトニトリボスはアイスエイジで1回攻撃してみましょう。8、まあ微妙ですね。グーパンチ、ダスキン、ダスキンっていう略称完全にアウトだな。さあいい感じの火力、
百薬の長プロトニトリボス。プロトニトリボスはアイスエイジはいるかな。まあ使っていきましょう。凍結付与できたらめちゃくちゃ強いんだけどね。ああ凍結効かない。もう言った矢先からよ。まあボス枠だもんな、さすがに。おーっと力を貯め始める。メーリー狙われないの読みでパンダ連携いきます。防御使うとね、その分ちょっと弱くなってしまうから、連続攻撃すると火力が上がるんだね。93防御状態で、あっぶんな。パンダ連携、さあここは百薬の長の部分で、回復するのはメーリー。プロトニトリボスはヒールで自らを回復してもらいます。いい回復ですね。さあひなちゃんの攻撃は外れる。ダスキンさんはいい感じにグーで殴ってくる。パンダ連携、さあダメージがどんどん上がってきたぞ。パンダ連携はもう一回打てるから、ここはプロトニトリボスに使います。プロトニトリボスヒール自らに使ってもらいましょう。さあここの分もグーで殴る。さあここで終わるんじゃないかな予想ですが、えいん、まだまだですか。百薬の長で、こっちはヒールとかを使う必要はないから、アイスエッジ15いいね。これさ一回だけやらせてもらっていい、これダメ。あっと、メーリンは気にせず殴ります。よし無理か。じゃあその他のキャラクターたちは防衛します。さあ殲滅の拳耐える、グーで殴ります。耐えてくる。エミリアさん百薬の長からの、プロトニトリボスヒール。ひなちゃんオーバーライドだから混ぜるなってって油断すんなと。いやまあ攻撃は続けます絶対に。あ倒しましたね。オッケーです。オーバーライドできそうだったんだけどな。惜しいですね。おおマジックプラス20何枠だろう。さあゴミ処理タワー制覇。いいですね。結局のところアイテムは何も使わなかったですが、まあ使わなかったら使わなかったで別にね損はしないので全部売れるますしね。さあということでナイス勝利。問題は何かが追加されるかですね。さあ特に何かが追加されるわけではない。ってことはただただおまけで、おまけじゃないわ、ちゃんと忠告をしてくれたってだけですね。そっか、オーバーライドしたいね。とはいえ新しく出てきたな、テレビの塔。テレビの塔、トッ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 トまあでもやっと星5まで来ましたね。星5というとサブターのこの怪しき夢の塔と同じ場所なんでね、そろそろこちらの方も攻略ができそうな感じがしますね。長き夜の塔とかはね 1,2,3,4,5,6,7,8 いやこれはきついだろうね。きついだろうね。でもなんとかすがりつけそうなぐらいはありそうかもしんない。これはここら辺とかもう 2,4,6,8,9 か。まあ無理だね、数えんのかっていうぐらいの。とりあえず次回はテレビの塔行きたいと思います。今回はちゃんと勝てましたね。よかったよかった。あの無効スキル持ってったのが強いですね。あとはまあひなちゃんとかがやられるあの攻撃を食らうって相当だよね。正直ひなちゃんはやられないと思ってた。防御とさ魔法防御が55と57と56よ。こんなに高いのにさワンパンされるとは思わなかったですね。相当強い。ということで、まあスキルチップの生成とかも何もないので手下を生成していきます。4000円がねまだ解放されてないのがね悲しみ。ここら辺これさまたなんか解放されましたよっていうアナウンス入りましたっけ。そこだけがちょっと疑問なところではあるんですが、データ改ざんのところでさ上位手下改ざんできません。ひなちゃんのこれも改ざんっていうか、まあ、なんか使えた記憶はあるんだけどね、まだ今のところはできないみたいですね。残念。ということで700円のやつでとりあえず3体ほどやっていきましょう。じゃあダスキンでいきましょう
絶対この略称怒られそうだよね。さあどう、サポートひなちゃんめちゃくちゃいいキャラ来たじゃん。でん、お、川城忍取り久しぶり。スサノオの方こっちだっけ、違ったっけ。海水、海水はねいらない。小敵対スイカいいね。サポートひなちゃん、あれなんか調子に乗って結構生成した。まあいい感じじゃない。サポートひなちゃんはまあレイズデッド要因として置いときたい。小敵対スイカはまあどちらでも良きだな。海水はいらないからミネラルに。天然ミネラル麦茶。川城忍取りはどうしましょうか。これやった記憶あんまないんだよな。とりあえず行ってみましょう。ポーン、鈍化の術。見た記憶があんまりないから、何気にあんまりゲットしたかしてないか分かんないレベルしか出てないってことですね。そういうことになりますか。とりあえずはじゃあ今回はここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ予想よりかはサクサクとクリアできましたが、途中のあの動きはね余裕持ってやってるからこそなんですが、一回ね動物の塔でやらかしてるってことを忘れてはいけないですね。レイズデッドがあるからこそさらに油断が進んでますね。はい、気をつけてはいきたいとは思います。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。